ご苦労様にしてください。こんな酒は無用で、ね、何回目はこっちだな。どうぞもう一回入る。大丈夫、もう入る、もう大丈夫、もう入れないから。ああ、どっちか入れない。足のみだから。いや、マジあれ、ネットコマーシャルだよ。だよね。押すな、押すなってやりたいくらいだよ。いや、あれ、やけどするよ。ほんとだよね。いっぱいいたよ。あ、ここにもいるよ、おさるさん。いるよ。おさるさん。さあ、素敵。まあ、日光でもいるぐらいだからな。うん、ここ猿群生地なんだね。ここがさっき言った川か。そう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 、うん、これ橋渡ると国道に出るから。すごいな、左。あ、綺麗じゃん、綺麗な川だよ。ねえ、すごい綺麗じゃん。でもなんか最近整備されたっぽくない？ねえ、なんか綺麗だわ。うん、いや、でも本当あっちもすごいな、左前も。すごいね。投稿動画ないけどさ。うわ、綺麗。もうめちゃくちゃ綺麗。でも前から車来てるよ。いや、すごいな。ねえ。写真でもこんな感じで。今の綺麗だったね。あ、じゃあ国道なんだ、ここ。そうです。こうやって自力で帰れて、うん、なんとか自分の予定に帰れるかな。ああ、ただ俺の右の足首は壊してる今。ああ、これは知ってるけどさ、もう知ってるところはもう行けんでね。足首さえ問題なければ全然 OK なんだよ。ああ、ブレーキもかけたくねえし、足首だけね。ああ、足首だとブレーキ引きずっちゃった。ここはそっち行ってもいいんだね。あ、そうだね。俺左行って。じゃあ、加藤ちゃんの車回距離開けます、ね。はい、開けてください。はい。通過過ぎなかったら笑っちゃうから。あれ？オッケーじゃん。あ、どうした。あ、よかった。オッケーです。
駅真ん中と左か。私はとりあえず左から抜けるわ。いや、俺も左から抜ける。うん。じゃあ、ここで一人開けるよ。はいよ。到着、上の川。左？左真ん中。うん、あ、真ん中って感じ。